DeNA、緊急事態。DeNA 三浦大輔監督は15日、西武2回戦の3回の守備からベンチに退いた海老名達夫外野手が右ハムストリングを痛めたと明かした。直前の3回、レフト前ヒットで出塁。ワンアウト1、2塁の2塁走者として相手捕手が投球を弾いた間に3塁進塁を狙うも走塁死となった。当監督は足を痛めて変えましたと説明。走塁で足を痛がる素振りを見せたオースティンについては問題ないですとした。海老名の交代はやはり怪我か。長引かないことを祈る。幸い、センターは梶原役和が守れるし、打線という視点で見ても渡来や佐野がいるからなんとかなる。後半戦は筒香、海老名、渡来、梶原、桑原で、調子のいい選手を使ってほしい。最近、あまり出てなかったのは、実はちょっと痛めてたんじゃないかな。海老名が梶原などにレギュラーを奪われないために、痛くない、と懇願して久々にスタメンで出て、案の定痛めたのでは？やはり恐れていたことが、せっかくレギュラー掴みかけたところを、本当に残念だよ。今の勢いある若手に怖いのは、やはり怪我だね。怪我人ばっかだな、絶対おかしいよここの選手。詳しい理由はわからないけど、鍛え方が足りないのは間違いないと思う。まだ、夏男の桑原がいるのは心強い。代わりに関根かな上がってくるの。右打ちの外野は補強ポイントだね。怪我は心配です。それと筒香の三振も。先は長い、じっくり状態を整えてほしい。交流戦終わったら佐野、渡来、筒香の、打撃前振り外野やるのかな。海老名は渡来不在の間、よく頑張ってくれた。外野の層は厚くなった。怪我による離脱の選手多すぎる気がする。一体どんな春季、キャンプやってきてるんだ。走塁アウトの懲罰交代かと思ったけど、怪我だったんですね。オースティンは大事に至らなくてよかった。狙いはわかるが、怪我したら何にもならない。応援歌またできなくなっちゃうぞ。チャンスを怪我でつかめなかった選手、山ほどいるからね。海老名にはそうならないこと願う。